共感覚、共感覚、共感覚、シナスタジア、シネスシーナは、ある刺激に対して、通常の感覚だけでなく異なる種類の感覚をも、生じさせる一部の人に見られる特殊な知覚現象を言う。例えば、共感覚を持つ人には文字に色を感じたり、音に色を感じたり、形に味を感じたりする。英語名シネスシーナは、ギリシア語で共同を意味する。 窃盗時、心マイナスと感覚を意味する、エスティーセスから名付けられた。感性感近く、女性の高い声を、黄色い声などというように、人類、あるいは特定の環境、文化において、複数の種類の感覚を結びつける、比喩的習慣が広く存在するが、共感覚は、そのようなものと直接は関係しておらず、共感覚を持たない人には感じられない。 常実の数字に色を見るなどの感覚を主観的な知覚現象として生々しく感じている。共感覚は五感のような基本的な感覚の種別に関してだけではなく感情や単語や数などに関して起こることもある。共感各社の間での複合した知覚の関係に相関は認められていない。例えば、ある人がある文字は多く感じたとしても、 他の共感覚者が同様に感じる傾向があるとは限らない。共感覚を手がかりに主観的な心の世界と客観的な脳との関係を深く探る手がかりとしようとする研究が継続的に行われている。赤ちゃんにおいては、視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚等の異なる種類の感覚が未分化な知覚を生み出しており、 通常その後の成長による感覚の発達に伴う脳の結合の変化によって、こうした共感覚は失われていくとされる。この場合、成人して共感覚を保持している人は発達の過程で何らかの理由で脳の異なる部位への結合が保たれ、これらの複合した知覚もそのまま保たれているとする説もある。共感覚の中でも音楽や音を聴いて色を感じる知覚は、 色調と言われる。絶対音感を持つ人の中には、色調の人がいる割合が高い。また、色調は共感覚の中で一番発生率が高いと報告されている。色を感じる音にも様々なものがあり、音程、和音、単語、または音楽自体が聞こえることもある。似たような感覚として、落としというものもある。これは色に、 形や音が聞こえるという色調とは反対の感覚である。共感覚は時には神経の病気とみなされることがあるにもかかわらず、DSM、精神障害診断ンラ院ンや ICD、国際疾病分類にも掲載されていない。その理由は共感覚が日常生活を送る上で問題を引き起こすことがないとされているからである。確かに共感覚を持つ人以下、 共感覚者にとっては、日常で当たり障りがないことが多い、むしろそれを快適だと感じる人さえいる。色覚異常、色盲や絶対音感などと同様、共感覚は本来受容器が受け取った情報を違った、知覚として認識する症状ある。今日まで、共感覚とその他の神経系の病気、または精神的な病気の関連性をはっきりさせている、報告はない。 かつては共感覚で感じる知覚は共感覚者によって異なるとされてきたが最近の研究では多くの被験者を対象にした実験の場合知覚にいくつかの共通点が見られることが分かった例えば聞こえた音に色がついて聞こえるサウンドカラーとも感覚保有者の集団実験では高い音ほど明るい色に見えるという傾向が見られたまた黒字の文字を見ても 別の色に見えることがある。グラフィームカラーとも感覚保有者の集団実験では、やはりある文字には似たような色を感じる傾向があることが分かった。ところが、ある傾向が見られることは確かだが、あらゆる種類の共感覚があり、いずれの共感覚にしても個人によって、誘因や症状の度合いは異なることも分かっている。この多様性のせいで、個人の持つ 共感覚を定義するのは容易なことではないし、彼ら自身、自分の持っている感覚に名前がついていないことに気づいていないことが多い。神経学者のリチャード・ E ・シュトウ・ィックは共感覚の診断のために用いる基準を以下のように決定した。シュトウ・ィックは空間の広がりを見据えた実験を提言したが、最近の多くの研究はこれを正しくないとしている。例えば、 共感各社の中には文字の色や単語の味がわかるのであり実際に四角期や味覚器で感じているわけではないのである。共感各社は他の人がそれを持っていないことを知るまで自身の体験が特別なことだと感じないことが多い。一方でその共感覚を隠しているものも多い。共感覚の認識的な また言葉では表現しがたい性質は人にとっては異常だと感じられる。無意識的で一貫した性質、つまり共感覚で受け取る感覚に人為的な変化がないことは共感覚を本当の経験だということを実証している。メディアの中には共感覚を精神的な病気あるいは神経障害だと表現するものもあるが共感覚者の多くはそれをハンディキャップだとは感じていない。 ただし、共感覚は精神に負担がかかりすぎている人もいるという報告もある。逆に、大半のメディアは、隠れた感覚さらには、神に与えられた感覚として表現しているし、共感覚者はそれを失いたくないと感じるものが多いという。共感覚者の多くは、子供の頃に他人とは異なる、隠れた感覚に気づく。そして彼らは、自然と、その感覚を、 日常生活に適応させていく。また、共感覚で人の名前を覚えたり、電話番号を覚えたりすることに使うこともあれば、暗算に利用することもできる。しかし同時に、絵画、映画などの視覚的な作品や音楽を想像する上での困難になることさえある。共感覚という現象はいくつかの共通感覚を元に定義づけられたものではあるが、 個人的な経験に着目すると共感覚とは言っても、実に多様性がある。この多様性については共感覚についての研究が始まって初期の頃に知られていたが、最近の研究によってそのことが再評価されてきた。黒で印字された一つ一つの文字、初期素がホティズム、色を認知する際に使用する高度な感覚を生み出す刺激を促すという初期素式覚に関する。 研究で知られる、ミケ・ジェイ・リクソンらが着目したのは、フォティズムを外部からの刺激として感じ取る共感覚者と、内部の視覚、平たく言えば、心の目で感じ取る共感覚者がいるということだ。ミケ・ジェイ・リクソンらは前者を、刺激を投影する、もの、プロジェクター、後者を、刺激から連想する、もの、アソシエーターと表し、アソシエーターの方は彼らの感覚を正確に、定義づけるのに、 彼ら自身の主観的な感覚のみならず、ストループ効果を取り入れた作業の結果も考慮に入れなければならないことを明らかにした。加えて、初期組織各社は色というものを強く感じ、知覚を用いた作業には総じて知覚的な協調をしてしまうという。また、中には母音に最も色を感じ取る者も,もいれば、子音の方に色を強く感じる者も,もいる。 共感覚はよく似た二つの感覚的、または、視覚的な様相の間に生じる。大変多くの共感覚の形態を扱う上で、この研究分野には以下に示す表記法を用いて、共感覚を表現する取り決めがある。共感覚を誘発する因子、つまり、外界からの刺激を X とし、生じた感覚を Y として、XY で表す。例えば、 文字や数字などの初期層を近くして色を認知する場合はグラフィムあるアシネスシーナ初期素式格と表記する同様に音楽や音声を近くした時に色や動きを感じる場合はトーンシネスシーナと表記するほぼすべての近くと感覚の組み合わせが起こり得るがいくつかには共通性が見られる初期層から色を感じる共感覚初期層から色を感じる 共感覚、つまり、初期組織核を持つ者の,の間で大抵共通していることは、初期素、文字に影がある、または色を帯びているということだ。ある初期組織核保有者の報告を紹介する。日本、海外問わず、共感覚者の最多数を占める。日本人の共感覚者の存在は、それ自体が、共感覚が、先天的、遺伝的要因と、環境的。 文化的要因との服装、服装、重なり合うことによるものあることを物語る。なぜならば、アルファベットのみを母語の表記に用いる欧米の共感各社は、それら数十文字に色が見えるというだけで、共感各社と断定されている。しかしながら、かな、漢字、アルファベットを併用する日本人であっても、多くの日本の共感各社は、かなやアルファベット、表音文字に対する、 共感覚のみを訴え、数万もある漢字のすべてに色が見えると訴える人は極めて稀である。さらに、形が異なるひらがなとカタカナとでは、読みが同じであれば、あと、あなど同じ色に見えると訴える、日本人とも各社がほぼ100%である。このことから、文字色の共感覚は、そのほとんどが文字の形状に音声を対応させる、抽象的能力が可能になる。 年齢以降に身についたものであるということができる。ところが、かな、アルファベットだけでなく、あらゆる漢字や、世界の文字の、どれを提示しても即座に色を答え、しかもいかなる文字を、再び提示しても、全く間違えない、前回と異なる色を答えない、日本人共感覚者が、ごく少数存在する。例、漢字の共感覚色を一年かけて記録した、日本人男性の例、 例のように、実際には、保持している共感覚のすべてが先天性のみによって発言していることが確認されうる日本人共感覚者は極めて稀であると考えられる。欧米の共感覚者の場合、あらゆるものの形状、音声に左右されない、表意文字に先天的に共感覚を有しているのか、それともアルファベットのみに色を近くしているのかを文字に色が見える。 共感覚からだけでは検証できないことになる。したがって、実際には、現在の欧米的な共感覚研究は、膨大な文字や風景、物体の形状に色を知覚しているような、稽古な共感覚者の知覚実態を等を足している、可能性がある。色調と呼ばれ、日本にも専門の研究者が存在する。数字に、色が見える共感覚者であっても、関数字やサイコロの目に、 見える色が変わらない場合、数の大きさに色を感覚していると言える。この派生で数に食感を覚える、共感覚もある。ドイツの人間コンピューター、ルディガーガムは、数の食感を使って、桁の大きな解像を計算を行っている。日本人でも割合は、比較的高いと考えられるが、欧米の統計では、文字に色が見える、共感覚に次ぐ位置を占める。 用の東西に極端な差がある共感覚の一つ。オーラと同一視する向きがあるが、検証されたわけではない。第三者が対象者に触れているのを見て自分が対象者に触れているのと同じ触覚が生じたり、第三者が対象者に触れられているのを見て自分が対象者に触れられているのと同じ触覚が生じたりする感覚は、特にミラータッチ共感覚と呼ばれる。第三者を介さずに、 対象者の身体部位を目視しただけでその部位に実際に触れたのと同じ触覚が生じるケースもあるが、ミラータッチという故障はふさわしくないことになる。また、第三者が非人間、物体や動植物であるケースもあるが、これもミラーとは言えない。すなわち、ミラータッチという故障は他の人間を介在させて、また他の人間を触る、他の人間の体を、 自分の体であるかのように借りる共感覚に与えられるものである。これに該当しない例外については今後新たに故障が与えられる可能性もある。男性の中にはミラータッチ共感覚が女性に対してしか起こらないものがいる。これらの男性は第三者や物体が女性に触れて触れられている光景を目視するだけでその女性に触れている触れられている触覚を生じる。 日本人男性の報告例。これらミラータッチ共感各社の訴える得意な感覚の存在はいくつかの実験によって確認されている。例えば、マイケル・ジェイ・ボネシージェイミー・ウォードらによる実験では、方への刺激を用いて実際に触れていない方を触れられたと答えるエラーがミラータッチ共感各社において頻発することを検証した。 ミラータッチ共感覚によって生じる触覚は対象者や物体に物理的に接触した場合と同じものであると感じられるにもかかわらず多くの場合自我と他我との区別物理的接触と共感覚的接触との区別への理解が失われることはないアメリカやイギリスオランダなどにおける共感覚の研究では一部の薬物 LSD 白ビンなど が、共感覚を誘発することが報告されてきた。ただし、共感覚研究の中心地であり、薬物と共感覚の関係についての研究が最も進んでいるこれらの国々においても、多くの場合、違法薬物を摂取した者による偶然の共感覚体験や編成意識体験報告、研究者による取材、伝聞が元になっているのであり、 文字や音の色に関する集団実験と異なり、必ずしも薬物を摂取して、させてみる集団実験が行われたわけではない。また、国ごとに法律で規制されている薬物が異なっており、大麻合法国や、日本では規制対象となっている一部の麻薬、危険ドラッグ、指定薬物の合法国において、可能な実験は、日本においては、不可能である。したがって、日本や、 他のアジア圏の法規制の厳しい国、中国、フィリピン、インドネシアなどよりも、大麻、麻薬などに関与なオランダなどにおいて、共感覚に関する多したような知見が得られ、共感覚保有者らのコミュニティが発達している現状がある。さらに、脳神経系に直接作用する化学物質を含む合法的な食品についても、国や文化によって全く思考や、 摂取量が異なっている。カフェインなど医療用途の覚醒剤についても、各国によって異なる、好奇性が敷かれている。メチルフェニデートなど。このように、共感各社と呼ばれる人々の体験そのものが、各国ごとに異なっているのであり、共感覚の研究によって得られる知見や見解にも、当然違いが出ることに注意する必要がある。日本においては、 共感覚が生じるとの知見が海外でもほとんどない、覚醒剤の使用者の高齢化が進んでいる一方、共感覚を誘発する、共感覚を体験できるとの知見が多く見られる麻薬、危険ドッグ、その他の指定薬物を使用する若者が増えている。インターネットの発達により、海外の薬物と共感覚に関する研究から、知識を得て、違法薬物に手を染める若者もいる。 危険ドラッグについては危険性の啓蒙のため2014年に脱法ドラッグから解明された。以上のような事情から日本においては大学などにおける合法的な共感覚の集団実験に参加した有志の共感覚者らが協力し合い麻薬、覚醒剤、危険ドラッグ、指定薬物等による共感覚の出現知見の有無や 当該薬物の国際条約及び世界各国、日本国の法令等における扱いとの対応などを調査し、公開している団体も存在する。共感各社であることを第三者が確証できるほどの極めて具体的な自らの共感覚の例を掲げた著作、芸術作品などの活動が確認できるほか、大学などの研究機関において被験者として検証実験を受けたり、 研究者の著作、学術論文中にて引用、言及されており、共感各社であると確証するに足る人物を挙げる。著作などから、共感各社ではないかとして、以下の人々がしばしば取り上げられる。一般に、適切な検査を受けていない個人である場合、本当に共感覚を有していたのかメタファーとして、総類推定き、記述を行ったのか判別は難しい。 著作などから共感各社ではないかとして以下の人々がしばしば取り上げられる。本人が共感覚を有していることを認識、または自称し、ブログや絵画などの作品、マスコミなどで公表している、主な著名な人物として以下の人々がいる。ただし共感覚を有していることが大学などの研究機関で検証されていない人物であるか、 または検証されたかどうかが不明な人物であるかのいずれかである。なお、芸術家などは共感覚の確認が通常の8倍と言われている。ただし、検証方法により結果は異なる。上記のように共感覚の定義や研究は多様であるために、共感覚を霊視能力や超能力、カラーセラピーの技能、人を癒す技能、マインドコントロール能力などと同一視し、 そのような能力の保持を自ら主張している者もいる。このような人々は共感覚セラピストなどの職名で活動している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。